はい、こんにちは、スプラートエデンの梅ちゃんです。今日はハイドロディップアートをやっていきたいと思います。で、その背景とスプラートのゴム周りを描きます。こんな感じで背景ができたんで、今から1時間ぐらい乾くの待ってボン周りの絵を描いていきます。はい、ということでボン周りが完成しました。風が強いから結構水が流されて結構やりづらかったけど、まあ、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。もうチャンネル登録マジでお願いします。アディオスアミゴス。